埼玉県新座郡の範囲新座郡は埼玉県、東京都にあった郡白木郡現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。一部が比較的早い時期に東京府に編入されたこともあって、昭和時代の初期にこれらの地域から埼玉県に対して東京府への編入願いが出されたことがある。旧金遣いでの読みはにひくら。 はじめ白木軍として設けられ、字を、新座軍と改めてから、その字に引きずられてに、いくらの読みが正式となったと考えられる。時代によっては、志楽、志楽心差し落目、シリングラギ、四季、いくらなどとも表記し、にいざと読まれたこともある。古墳時代の遺跡として、ネギ次第古墳軍、内間目古墳軍、吹上横穴墓軍などがある。 天平法治2年8月24日に、朝廷脇下白木三32人に2人、男19人、女21人を、武蔵国の空いた場所に移した。これが、白木軍の始まりという。これより前、武蔵国には、自童天皇元年と4年にも白木人が移されていた。法規11年には、白木軍の人、サラマクマラに広岡作りの姓を賜った。 この後いつ解消されたかは不明だが、平安時代の演技式には、ニーザ軍と記録されており、和名類受賞では、ニーザと書いて、ニヒクラと読ませるようになった。その里は、四季里とあまりとで、ごく小さな軍であった。軍がとについては、新編武蔵風土機構に、馬蕎麦山が、白木親跡と記されているが時代が合わず。 す駅が出土した和光市の花の奇遺跡が有力視されている。また新編武蔵風土機構にはニークラ軍と呼ばれるようになり、さらにニーザ軍になったとある。明治時代の軍役所は北足立軍の浦和町に共同で置かれていた。1896年3月29日、軍政施行により、全域が北足立軍に編入されて消滅した。 61、四季町62、大和田町63、膝り村64、片山村65、内巻村66、新倉村67、白子村68、宝屋村69、暮れ共村ありがとうございます。